新型コロナウイルス感染症の世界的流行国、地域ごとの新型コロナウイルス感染症流行状況、アジアにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況中国本土における新型コロナウイルス感染症の流行状況中国本土における2019年コロナウイルス感染症の流行状況では、中華人民共和国のうち香港、マカオを除く中国本土における 新型コロナウイルス感染症の流行状況について述べる。累積回復者、治療中累積死亡者新規確認2019年12月12月8日、武漢市で原因不明の肺炎患者が最初に報告された。国家衛生健康委員会もすでに専門家を現地に派遣した。12月31日午後、武漢市衛生健康委員会は、 合計27件の症例があり、そのうち7人が重症で、2人が間もなく退院すると報告した。なお、この時点で、カナダの健康モニタリング企業ブルードットが AI を用いた解析で、ウイルス拡散の可能性を警告した。2020年1月2020年1月1日、交換区市場監督局と衛生健康局は、局地的流行の中心地とされる。 河南海戦卸売市場を閉鎖した。1月3日、武漢市の警察当局は SNS で肺炎に関するデマを広げたとして、医師ら8人に対して訓戒処分を下した。1月5日の武漢市衛生健康委員会の発表によると、午前8時の時点で原因不明の肺炎の患者は合計59人で、そのうち7人が重症であり、他の患者の容態は安定していた。 すべての患者は、武漢市内の医療機関で、隔離治療を受けており、死亡者はいなかった。発症例のうち、最も早いものの発症時期は2019年12月12日、最近のもので12月29日であった。疫学調査によると、一部の患者は、河南海鮮卸売市場の入居者で、人から人への感染の形跡は確認されず、 医療スタッフの感染も発生していなかった。またインフルエンザ、鳥インフルエンザ、アデノウイルス感染症、重症急性呼吸器症候群、中等呼吸器症候群などのウイルスはいずれも検出されなかった。1月7日、原因不明の肺炎は新種のコロナウイルスにより引き起こされたことが判明した。1月8日、武漢市衛生健康委員会は8人の患者の 退院を発表した。8人の患者は数箇所の病院で隔離されたが、後に全員が武漢近銀単病院に収容された。1月9日夜、61歳の男性患者が死亡した。1月11日、武漢市衛生健康委員会は、肺炎の患者計41人のうち1人が死亡、7人が重症で2人がすでに退院したと発表。 また、医療スタッフを含む739人の接触者全員に症状は見られなかった。1月15日0時過ぎ、69歳の男性患者が死亡した。二人目の死亡者である。武漢市衛生健康委員会の発表によると、1月18日に一人、19日に一人、20日に二人、21日に三人の患者が死亡した。 22日以降に死亡者数が急増した。1月21日の広北省衛生健康委員会の発表によると、武漢市近郊の木岡市でも12人の感染者が確認された。また、同月22日に京州市でも6人の感染が確認された。一方、中国国内メディア、サンツラネ生活習慣の取材によると、 武漢市内の病院のウイルス検出薬品と収容能力はすでに限界に達したため感染の疑いのある一部の患者は病院に収容されず毎日通院しなければならなかった。1月25日、武漢市で感染者と思われる62歳の医師が肺炎により死亡したが地元の保健当局は死亡した医師はすでに退職していると発表した。感染の拡大により 武漢市側は1月23日午前10時より人の出入りを制限し始め、武漢市内の空港、鉄道駅、フェリー、バス及び武漢地下鉄は営業停止となり、閉鎖された。記者の取材によると、多くの人が10時前に武漢市を脱出しようと観光駅に集まっていた。近郊の木岡市も夜24時から人の出入りを制限し、市内の交通機関を停止した。 また、同日から、学習士、天文士、専門士、専攻士、赤壁士、四高士、伊調士、南井士、京門士、東洋士、鉱石士、温泉士、交換士も市内の交通機関を停止した。武漢当局は、26日午前0時から、市の中心部で許可された車以外通行を禁止する、ことを明らかにした。無料のタクシー合わせて6000台を、 すでに配備したとし、市民の自家用車での外出を禁じた。また、中国国内で多くの地域で、湖北省出身者に対して厳格な検疫措置をとっており、湖北省の住民が SNS で差別にあったと投稿したこともある。新型コロナウイルスによる肺炎の患者を治療するために、武漢市内で、日山医院と、雷神山医院が1月から、 急ピッチで建設された。また、この模様はインターネットでライブ配信された。2020年2月、2020年3月、2020年5月、2020年1月、中国各省各特別行政区の初感染ケースの確認日付。 2020年1月11日、2020年1月20日、2020年1月21日、2020年1月22日、2020年1月23日、2020年1月25日、2020年1月29日、中国国内での感染拡大により、多くの地域では、住民の外出や、交通機関の運行が制限されている。一方、 感染者が多く発生しているものの、完全に制限されていない地域もある。2020年1月19日、関東昇進戦士で一人の感染が確認された。患者は元日の前後に武漢市に訪れたことがあり、1月3日に新戦士に戻った直後に発熱があったという。1月20日、関東昇進戦士、司会市などで新たに13人の感染が確認。 メディアを再生する1月25日以降に、新型コロナウイルスの感染が確認された症例の中国内及び台湾での広がりを示す。アニメーション1月20日、北京市対抗区で2人の感染が確認。同日夜に、関東省新選市、主海市などで新たに13人、北京市で新たに3人、上海市で1人の感染が確認。うち主海市の3人は、 家族間の感染とみられる。ほとんどの症例は武漢市での滞在歴がある。1月21日から主に武漢市から出てきた人の移動により小北省以外の中国各省でも確認感染者の数が増加し続けていた。1月23日、22日に河北省総州市で死亡した80歳男性は感染が確認され、河北省外の 初めての死者となった。1月24日、国旅行少水以市で一人の感染と死亡が確認された。感染の拡大により、呼吸博物院や上海ディズニーランドなど、春節の連休で人気な中国国内の施設は1月25日より休業した。また、24日に中国高速鉄道の転身車両基地に所属する乗務員数人は感染が確認されたため、 当該車両基地はしばらく閉鎖された。1月26日、関東省政府は公共の場でのマスク着用を義務付け、違反者に対する罰則を導入した。中国中央テレビによると、北京市政府が1月26日から市境を越えるすべてのバスの運行を停止すると報じた。1月27日、北京市で50歳の男性感染者が死亡した。 この感染者の死亡は北京市内で初めての死者となった。患者は上海市在住の電力会社の元管理職で1月8日から12日に武漢市に出張し13日にまた上海から北京に出張し22日に現地で感染が確認された。1月29日、31の省、自治区、直轄市の中で唯一感染者が確認されて 来なかったチベット自治区でも疑いのある患者が発見され、同日に感染が確定した。これにより、中国全土で感染者が確認されたことになる。2020年2月2020年3月3月に入って以降、中国では海外から入国した感染者の数が国内発生数を大幅に上回るようになった。3月2日、石膏省青田県で、 イタリアから帰国した7人の感染が確認された。3月5日、甘粛省でイランから入国した11人の感染が確認された。3月6日、北京市でイタリアから入国した4人、上海市でイランから帰国した1人の感染が確認された。3月7日、経過観察施設に指定されている福建省泉州市のホテルが倒壊した。 3月9日、北京市でイギリスから入国した一人、関東省東ン,ン市でスペインから帰国した留学生一人の感染が確認された。3月11日、関東省新選市でフランスから入国した一人、中山市でスペインから入国した二人、河南省鄭州市でイタリアから帰国した一人、韓粛省でイランから入国した二人の感染が確認された。 3月22日、前日にシンガポールから上海経由で災難市に到着したサッカーベルギー代表、サントーロノー所属のマルアンフェライニの感染が確認された。3月26日、新たな感染者は55人で、54人が海外からの入国者、帰国者であった。3月27日、国家衛生健康委員会の発表によると新たな 感染者は54人で、全員が海外からの入国者であった。内訳は、上海市17人、関東省11人、福建省6人、天津市5人、石膏省4人、北京市、遼寧省各3人、内モンゴル自治区、吉林省各2人、山東省1人であった。二千二十年四月四月に入ってから、国立交省、内モンゴル自治区、 上海市などでロシアから入国した感染者が大量に発生していた。2020年6月6月13日前後、北京市豊田区にある食品卸売市場、新発地卸売市場で50人以上のクラスターが発生した。当局は感染源が輸入の冷凍サーモンではないかと分析した。2020年7月7月17日、 新疆ウイグル自治区の州都、ウルムチ市で集団感染が見つかったため、当局は同市を封鎖した。また、ウルムチ地下鉄も運行停止。7月22日、両年省大連市の水産加工会社で集団感染が発生。市側は全市民を目標に PCR 検査を始めた。以下では、政府の対応及びその対応対象や関連事象も含む。 2019年12月12月時点で武漢市は感染者を27人と公式発表していたが実は104人であったと後の2月17日の中国疾病予防管理センター発表で報告された。さらに1月1日から10日まではその6倍の653人1月11日から20日までは5417人に増加していたとも報告している。 2020年1月公式発表理活協国務員、総理北京地団公園の旧正月2020年2月2020年3月2020年1月23日午前2時、中国共産党中央政治局からの指示で、武漢市対策本部が第1号通告で感染拡大を防ぐための都市封鎖を宣言した。同日10時から市内のバス、地下鉄、フェリー、 長距離バスを暫時停止、空港も鉄道駅も閉鎖された。2月16日、湖北省政府は同省全域に封鎖を宣言した。緊急車両など許可を得た車以外の通行を禁止し、不必要な外出や会合への参加に対しては強制措置を取ると宣言した。生活必需品も集団購入して配送する配給制となった。この封鎖措置によって、 同昇住民約6000万人が外出禁止に近い状態となり、ショート武間以外では医療体制がもともと貧弱で、感染すると十分な治療を受けられない可能性があった。2月17日、交換市は市民の外出を禁止し、違反行為には一律で10日以下の交流を課すと通知した。また、浅城市は自ら症状や、 他人の症状を通報した人に500元の奨励金を支払うとした。2月18日、武漢政府が非感染者の指定病院を公表。3月2日、湖北省副省庁は湖北省内で全ての感染者と疑似感染者が入院し治療を受けていると発表した。2月24日、武漢市当局は 市内滞在の市外戸籍者の帰還許可を出したが、数時間後に上級帰還の許可ができていないとして撤回した。3月6日、中国国務院は、流行の初期段階で、湖北省の3000人以上の医療スタッフが感染し、そのうち40%が病院での感染であったと発表。また、中国各地から湖北省へ派遣された4万以上の医療関係者は、 まだ感染が報告されていないと発表した。この年封鎖によって深刻な医療崩壊も起きている。4月8日、武漢市に対する封鎖が解除。最終的に、片総委員は16カ所が設置され、病床数は13,467床に達し、休止されるまでの約30日間に、軽症患者約12,000人を受け入れた。 国家衛生健康委員会の馬赤月エは、片総委員の設置について、今後、公衆衛生上の緊急事態や深刻な災害、感染病の流行などが発生した場合に対応し、医療資源の増強を速やかに組織する上で新たなモデルケースとなったと強調した。2020年2月5日に、中国疾病制御センターは、無症状感染者を、 確定患者数に含める指示したが、2月7日に無症状感染者は単独で別途の人数とすると変更した。2月12日以前は、症状、CT スキャン、PCR 検査の3つの条件が揃わないと、確定患者には分類されていなかった。しかし、防疫案第4版で、無症状感染者と確定患者を分けて管理するという方針を採用した。 PCR 検査キット数が不十分だった湖北省に限り症状と CT スキャンで診断されれば患者とみなすようになった。こうして感染者の分類は以下のようになった。確定患者臨床診断患者疑似感染者、無症状感染者この基準の採用を開始したのが2月12日だったため、湖北省ではその日だけ患者数が激増した。2月14日、 国家衛生健康委員会が無症状感染者に関しては対外的に公表しないと決定したと公言した。中国政府はスマートフォンの位置情報の収集かつ3億台近い監視カメラによる顔認識で患者及びその患者と接触した濃厚接触者の行動を追跡する監視システムを駆使した。発見された濃厚接触者には検査が強制された。 厚生省、随政市、両寧省普請市、関東省甲州市などでは、公安当局が、ドローンやロボット、ヘルメットマウントディスプレイを通じたサーモグラフィーによる、体温監視や消毒剤の散布、マスクを着用しない市民への警告などを行った。無症状感染者は、臨時施設の方総員に隔離し、14日後に、無症状かつ PCR 検査で陰性であれば、 さらに24時間後の際の検査で陰性であれば隔離を解除する。14日後に陽性の無症状者は隔離を続けた。国営メディアは習近平総書記が2020年1月7日以来会議や外交や指示を行ってきたと指導力の卓越さを強調し習近平総書記の指導力があったからこそ中国は早期に感染拡大を終わらせ。 世界に貢献したと宣伝する狙いがあるとみられている。宣伝書籍、大国船、駅2020年2月27日、習政権と中国共産党中央宣伝部は、著書、大国船、駅、2020中国狙撃にカップ、肺炎液上進行中を出版し、習同士が指導した貿易戦争の全貌を紹介すると、習政権のウイルス対策をアピールした。 同書は、収宗初期の指示と演説内容を紹介し、領収の決断を称賛して、新型コロナウイルスとの戦争における最高指導者の役割を強調した。国営メディアは、本書は、中国共産党の指導者と中国の特色ある社会主義制度の顕著な優位性を明らかに示したと、称賛した。しかし、インターネット上で、子供は学校に行けず、 武漢人は外出もできないのに勝利を口にするのか、などと反発が広がり、3月1日に購入できなく、なった。漢音教育漢音教育事件の後、ジャーナリスト著長心は、あなたは、人民の公僕であり、あなたの仕事は人々に奉仕することです。しかし、あなたが使える人々は破壊され、死に、病気になっている。恥ずかしく思うべきだ。と、両親があれば、 武漢の人に感謝を強制することはしないと批判した。中国共産党では公務員は人民の公僕とされたが、州政権では父母官とされ、小学校の教科書などでも説かれた。これは、毛沢東の官音領収に基づく。医療関係者として武漢病院での情報隠蔽を内部告発した後、死亡した李光介医師の例でも、 中国のソーシャルメディアは当局への怒りを示した。検閲と言論統制リコー・スケ医師の告発がネットで知られていくにつれ、中国政府は検閲や情報統制、言論統制を強化していった。武漢の現状をスマートフォンなどを用いて、ツイッターや YouTube など外部に発信した北京の弁護士の陳秋金は2020年2月4日に行方不明となり、 武漢市民の方、武氏は2月7日に強制連行のため集団が部屋に押し入ってきた動画を投稿して以来、途絶え、中央テレビの元キャスターの、リサワ・花などの市民ジャーナリストも拘束された。市民ジャーナリスト2020年2月初頭、武漢の現状を、スマートフォンなどを用いて、ツイッターや YouTube など外部に発信したことで、北京の弁護士の陳ン・アや武漢市民の方、武士、 中央テレビの元キャスターのリサワ・花などの市民ジャーナリストが拘束された。チン・アキザネは2月4日のインターネットへの投稿を最後に途絶えた。チンは発熱していなかったにもかかわらず、感染の危険があるため強制的に隔離されたと言われている。2月5日、政府は美白や美心、バイトダンスのと音などのソーシャルメディアプラットフォームの監視を強化すると発表した。 片武氏は2月7日、連行するため、防護服を着た集団が部屋に押し入ってきた動画を投稿した。医師の告発李康介氏は、モグサの投稿を紹介して早期に警鐘を鳴らしたが、武漢の公安当局から訓戒処分を受け、その後、新型肺炎で死去した。新型肺炎が発生した初期の2019年末に、ウイルス検査を担当していた武漢氏。 中心病院救急科主任のモグサ・カオル医師が2020年3月10日インターネットで閲覧できる共産党系の中国史人物に公開した記事笛を配る人で武漢政府による口封じがあったと発表したモグサは2019年12月30日原因不明の肺炎患者のウイルス検査報告を医師の SNS チャットグループに投稿した モグサワ処分は受けなかったが、2020年1月1日、勤務先の病院経由で、武漢政府からパニックを避けるため、情報を外部に公表してはならないと通知され、その後、病院幹部にデマを流したと責められ、今後は一切口外しないよう言明された。その後、病院では、肺炎患者が急増し、モグサワ1月初旬に、人から人への感染を確信するが、 発言できなかった。中国政府が人から人への感染を認めたのは1月20日になってからだった。モグサカオル医師は、もし1月1日に皆が用心できていれば、このような多くの悲劇は起きなかったと後悔の念を述べた。リコスケ医師は、モグサ医師の同僚で、モグサの投稿を紹介して早期に警鐘を鳴らした。モグサカオルの記事は投稿後2時間で当局に削除されたが、 SNS などで転載され続け、言論の自由を求める声が中国国内で高まった。記事は英語、日本語、ドイツ語に翻訳されたが、これは削除されていった。さらに AI を用いた検閲から削除されないよう、写真、点書体や広骨文字や毛沢東の書体などの書道、DNA 配列、展示、楽譜、逆さ読み、QR コード、バーコード、 モールス信号、絵文字など33種類の形式で転載されていった。3月10日のモグサカオル医師の告発以降、中国国内をはじめ各地で中国政府の初動体制が批判されている。検閲当局は3月11日夜以降は、転載記事は削除されなくなった。インターネット上では、同じ悲劇を繰り返すな、これ以上の言論封殺は許さないなど批判が続いた。 これに対し、人民日報の姉妹誌、環球時報は、これは不満を表した一種のネット上の芸術だ。大したことではないと言及した。小鈴心同志編集長は3月11日、SNS で中国ではネット上に集まった意見は削除されても政策には反映されると述べた。統計の改ざん2020年3月15日に、 北京大学の楊洋志国家発展研究院長は論文で地方当局者は新たな感染者を一人でも出せば処分するという指令を受けていると異例の指摘をした。湖北省では3月18日の19日に新たな感染者が確認されていないが中国は感染症鎮圧の目標達成を予想うために統計が改ざんされていると指摘された。 中国当局は2月14日に検査で陽性であっても発熱や咳のような症状がなければ感染者として発表しないという基準に変更していた。3月22日、サウスチャイナモーニングポストは2月末時点で中国の感染者4万3千人以上が無症状を理由に統計から除外されていたと報じた。無症状者は感染者全体の3分の1とみられ、 2月末の中国の公式発表約8万人に、症状者を含めると12万人を超える。無症状患者は医療監視下に置かれたという。3月23日、新規感染がないと当局は発表しているが、武漢では、現在も1日に数人十数人の無症状、陽性患者が出ていると、中国疾病対策予防センターの匿名の職員が、在審に明らかにした。 1>, 1月29日、中国におけるコロナウイルスに関する概要の説明を受けるアメリカのトランプ大統領。感染の拡大が武漢市に集中していた2020年1月時点では、ウイルスに対する中国の対応は2003年の SARS 流行時と比較して一部の外国の首脳らから称賛された。中国チャンス商南京市在住の日本人監督。 竹内漁は医療現場を取材し、新型コロナウイルスは封じ込めることが可能であると身をもって体験したと述べた。また、南京市は中国が世界の工場であることで、買い占めが全く起こらなかったと証言した。93人の感染者を収容しながらも死亡者例、医療従事者の感染者も例の結果を出した病院を取材し、AI ロボットまで使い、 感染症専門医と基礎疾患専門医でチームを作り、同時に2つの病気を治療する方法を採用した病院の対応を高く評価している。このほか、中国政府に対する評価ではなく中国のカトリック、共同体に対して向けられた発言であるが、2020年1月26日にフランシスコ教皇はバチカン四国のサンピエトロ広場で行われた日曜ミサで、 ウイルスの流行と戦うため、中国のカトリック共同体による大いなる献身がすでに施されていると称賛し、中国全土に広がったウイルスが原因で病苦にあっている人々のために締めの祈りを開始した。3月には中国メディアによると、習主席はアントニオ・グテーレス国連事務総長と電話会談し、中国は感染国に援助し、 国連やフーの行動を支持する。すでにフーには2000万ドルの援助を申し出たと伝え、グテーレス事務総長は中国には今後も世界でリーダーシップを発揮してほしいと感謝した。北京市民で北京大学法学部出身のセツタスクミン氏がネット上で実名の告発文を発表し、大国船、駅や私たちの生活は密より甘いなどのプロパガンダを展開している。 中国共産党の宣言担当の大小康氏に辞任を要求した。節氏は告発文で大小康氏がひたすら戦績を吹聴したことで共産党と中国が嘲笑の的となったと批判しウイルスを世界に蔓延させたことに謝罪すべきだと主張した。北京の作家大倉本氏は2020年3月4日ラジオフリーアジアの取材で節の勇気を称賛し 私たちは再度、独裁政権のプロパガンダが、天理人生に廃反することを認識することができた。薬病の三烈さや苦難に満ちた命の悲劇が、多くの人を目覚めさせていると述べた。ニューヨーク市立大学政治学科の夏民教授は、習近平政権は、新型肺炎が、政権発足以来、最大の危機だと表現している。大子年は、清宮なプロパガンダを展開したと、 分析した。武漢市民の批判武漢官僚のやらせ批判2020年3月5日、孫春蘭副総理ら中央指導組は食料や医薬品の配給状況を聞くため武漢市の高層マンション地区を視察した。3月6日までに SNS のウェイボーに住民が孫春蘭副総理らに罵声を浴びせる様子を捉えた映像が投稿されて拡散し多くは削除された。 生活の改善ぶりをアピールした地区管理者のやらせに批判が集まった。映像では地区管理者はボランティアと野菜や肉は各家庭に着実に届いていると報告。だがその様子を窓から見ていた住民らが全部嘘だ。何にも来ない。庶民は値段の高い食材を買わされていると叫び声を浴びせた。ボランティアも用意されたやらせで批判された。 人民日報は、同6日の記事で、映像には、触れずに、地元当局が、肉や野菜を届けているかのように装っているが、実際には行き届いていないと訴えていると伝え、中国政府は、湖北省や武漢市に徹底した調査とともに、形式主義や官僚主義を断ち切るよう求めたとして、住民の要望に対応するとした。香港の有線電子などはこの動画を放送し、 当局からの削除を受けていない。動画が削除されない背景には、かつての北京で頻繁に見られた地方からの直訴と同じ構図があり、当中央は、地元政府に反発する武漢市民の声を真摯に、聞くという姿勢を見せているためでないかと指摘されている。ドイツ2020年3月11日、ドイツ連邦保健省、シュパーン保健大臣、独疾病予防。 ロベルト国保研究所ロザール・ウィラー所長は共同でプレスリリースを発表し、中国の強制的な隔離措置はウイルスが世界から消えることを意味しないとし、隔離は感染者の急増を防ぎ緩やかにする効果は期待できるが、新規感染の数を減らすものではないとし、隔離の効果に過度に期待することはできないと指摘した。また、シャリテイ科大学のウイルス学者であるクリスチャン・ドロステン、 市は中国当局のデータは意図的に操作されており、信頼に値しないとし、中国はこの問題を終わらせようとしている。態度を180度変えた。今は新たな感染者がすべてイタリアから来ているという印象を与える操作を行っているとし、また中国の社会活動が元通りになれば再流行が起こるだろうと予測している。 5つの一政策に対する批判中国民謡航空局が2020年3月26日に発表した5つの一政策により海外帰国便の便数が大幅に減少し航空券の価格の上昇などにより多くの海外在留者が帰国できなくなり特に海外滞留の留学生が3月末時点で142万人に達したこれにより海外在留者の間で 中国政府によるチャーター便を要求する動きが始まり、機民政策との批判も高まった。ウイルスの故障、発生地に関する葬儀発生源とされる武漢河南海線卸売市場の空撮。左手に見えるのが正面玄関。消毒チームが付近の消毒を行っている。2020年1月以降、流行が世界全体に拡大していくに従い。 中国政府の対応への批判も多数なされるようになった。また、アメリカや日本では発生の期限を明確にするためには、武漢の名称を入れることが適切だとする意見も出てきた。中国外務省や国営メディアは、武漢ウイルスのような言葉が出る旅引けしに走っている。風は2015年に、名称についてのガイドラインで、新たな人感染症、ウイルスの名称に、 地理的な位置、人名、動物や食品に関する名前、特定の文化や産業に関する名前を含むべきでないとする方針を定めている。武漢でアウトブレイクが発生した新型ウイルスの名称について、風疹交感染症対策部門のマリアファン、ケルクホーフェ氏は2月7日に、名称によってどの場所も連想されないようにするため、 暫定の名称をつけることが重要だとし、多くのメディア報道が、今もなお、武漢や中国を使って呼んでいるのを、皆が目にしていると思う。我々はしっかりと汚名を着せないようにしたいと述べた。また、風の感染症専門家、シルビー・ブリアン氏は、中東呼吸器症候群や、スペイン風邪といった、地域名などを用いた故障も、関連する地域や民族に汚名を着せかねないために、 避けるべきとしている。風健康危機管理プログラムのマイケル・ライアン氏も、この病気に関連付けられた汚名が着せられないように、着するのは我々全員の責任であり、民族に基づいた個々人に対して不必要かつむような人物像を描いてしまうことは、全くもって全面的に容認できないと語った。ジョンズ・ホプキンス健康危機管理センターのクリスタル・ワトソン准教授は、 正式名称がないと、例えば人々が中国ウイルスなどの故障を使い始めてしまい、特定の人々に対する反感を巻き起こす危険がある、と述べた。2月11日、風は新型コロナウイルスによる疾患の正式名称をコビットナインティーンに決定した。2020年2月2月14日、日本の尊厳と国益を守る会の代表幹事である。 青山茂春参院議員は、風が決めた、COVID-19 は覚えにくいし、病気の本質が理解しづらい。武漢熱と呼ぶべきだと述べた。2月16日に、ジャーナリストの山田淳が、武漢肺炎、武漢ウイルスは当初中国でもそう呼んでいたし、アメリカでも、ウーハンコロナウイルスと呼んでいたとし、わざと武漢を使わない方が、偏見、差別、 風評被害を助長することになる。しかも正確ではない。新型肺炎、新型コロナウイルスでは知らない読者の推測を招く。つまり読者をバカにしている。この言い方でわかるだろうと勝手に決めつけている。名称は正確でなければならない。福島原発から福島を外して他の言い方をするのと同じだと論じた。この他2月時点でアセアンでも英語の ウーハンウイルスという故障が用いられるようになってきているという。2020年3月2020年3月には、米中政府間でウイルス故障に関する葬儀が激化した。2020年7月、マスク外交批判マスクや人工呼吸器の不足が深刻化している欧州では、マスクや人工呼吸器など医療物資の供給を 活発化させて影響力を拡大する中国に対してマスク外交を行っていると警戒する声が上がった。また、アメリカのブルッキングス研究所は日本もマスク外交の対象になっていると主張しており、日本政府は中国で1000万枚のマスクを調達している。中国国営環球時報は3月11日にマスク外交と呼ぶ欧米の論調に対して、 支援してくれた外国への恩返しは当然の通りだと反論した。また、アメリカはマスクや抗生物質を中国からの輸入に依存しており、2019年から米中両国は激しい米中貿易戦争を繰り広げて互いに報復関税を掛け合っていたが、トランプ政権はマスクや人工呼吸器など一部の医療用品については対中関税から免除することとなった。 ウイルスをめぐる、米中の摩擦で、医療物資の供給網を牛耳る中国が、対抗措置を取る、可能性も懸念され、3月4日に、中国国営進化社通信は、中国が報復すればアメリカは、医薬品不足になって、ウイルスで溢れかえるだろうと警告し、3月19日には、上院議員のトム・コットンと、下院議員のマイク・ギャラガーは、医薬品の対中依存解消を目指す。 法案を米外界に提出した4月5日までに新型コロナウイルスの蔓延に対して責任があるとして中国は各国で提訴されており G7 だけでも総額は3.2兆ポンドになると計算されているイギリスの外交シンクタイクヘンリー・ジャクソン協会が4月5日に発表した報告では中国政府は国際保険規則第6条の情報通報の義務と 第7条の予期されないまたは得意な公衆衛生上の事象が発生した場合の情報の共有に違反していると主張し中国政府は新型コロナウイルスの人から人への感染が明らかになったデータを発覚後最長3週間にわたって開示しなかったこと2020年1月2日から2020年1月11日までの間の感染数に関する 誤った情報を風に提供したこと、感染発覚後も同国民の海外渡航を規制しなかったことなどを指摘した。報告書は、イギリスは正式な政府支出に基づいて3,510億ポンドの損害賠償を請求することが可能で、アメリカは1兆2000億ドル、カナダは590億ドル、オーストラリアは370億ドルの損害賠償請求が可能であると報告した。 中国の反論中華人民、共和国国務員直属の中国国際放送局は4月7日、放送で損害賠償請求はデタラメ主国だとして、中国は感染症情報を即時公表し、国際機関及び国際社会とすべてを共有し、中国は莫大な犠牲を払って全世界の感染症予防、抑制活動の最前線で防衛線を構築し、 貴重な時間を稼ぎ出したと反論した。ヘンリー・ジャクソン協会の報告は一種の人種差別主義であり、国際的な貿易協力への大きな妨害となると反論した。また4月9日には、国営放送中国中央電子台の CGTN は中国政法大学助教授、ズージャンによるヘンリー・ジャクソン協会の報告は国際法に無知であるとの反論を報じた。 また、同日、賠償請求は、ヤン・ダン・カン・スミスなどの保守党幹部のジャークナイトを示す政治的な誹謗であり、中国への偏見を持つ一部の政治家の行動は、イギリスの国家利益を損なうと報じた。在ロンドン国際法律会委員会とインド弁護士協会は、国連人権理事会に対し、新型コロナウイルスのパンデミックをもたらした、中国政府に、 損害賠償を請求するよう求めた。ICJ 会長、アディッシュ・アガー・ワラは中国は生物兵器を開発してきたと批判。アガー・ワラ会長は、フーが宣言したこのパンデミックは中国政府が超大国の位置につくための陰謀によるもので他国を最近戦との戦いとその犠牲にしたと声明で述べた。武漢の都市封鎖によって医療崩壊が発生した。 武漢の病院では病床不足や人手の不足が続き患者が待合室や廊下に溢れ院内感染も進んだ。高熱が出ても入院先が見つからず自宅療養を強いられる者も,も多く、また感染する医療関係者も多い。乳選眼の化学治療を受ける予定だった患者の治療が延期になるなど新型肺炎以外の患者にも影響が及んだ。 武漢の大学病院のグループは2020年2月7日に感染者の約4割が院内感染とみられると米国の医学雑誌に発表した。この論文で1月1日から28日にかけて感染が確認された患者138人のうち41%に当たる57人が医療スタッフや別の病気で入院していた患者で 院内感染した可能性を指摘しており、このうち70%にあたる40人が医療スタッフであった。一方、風と中国の合同専門家チームが2月29日に公表した調査報告書によると、2月20日までに中国で感染が確認されている約5万6000人を追跡調査した結果、中国における人から人への感染は主に家庭内で起きていたことがわかっている。 中国が感染者全員入院、治療の方針を打ち出し、臨時的病院の使用と全国の医者からの支援の下、この状況が大きく緩和した。テンプレート2019ンカウフ。ありがとうございます。